こんにちは。こんにちは。とてもいい天気になりましたね。今日は本当に真夏の。そう。でもここ涼しいよね、なんか。今ちょっと風があるから楽しいが、今日、うん、怖い観光のところのご紹介しますね。やだ、怖いのやだ。怖いやだ、うん、けど、うん、本当に有名な観光のところですね。なんだっけ。真実の口。僕嘘つきだから怖い、やめとこう。私は怖くないから行きましょうか。今いるところはテベレ川の橋。エメラルド色のテベレ川。もともとゴールドだったでしょ。あ、そうね。ローマ人は、古代の人々はこの金色の、ね、テベレ川と呼んでいたけど、両側にあのラタナスの木立って並んでいますけど、私の父は、うん、まあもちろん最近の話ではないんですね。1950年代かな。あのここに、まあ、ここテベレ川に泳ぎに行きました。今怖いね。なんかいろんなド変な動物とかいるんだ。特に猫の大きさのネズミがいると思います。猫がネズミのことは怖いんだよ。そう、もちろん。これ下水でしょ。でちょっとけどこの下水道は古いでしょ。そう、ね、ちょっとこの見にくいかもしれないけど、ここだけこのように大きなアーチを開けたのは、その中に見えてるこの石の部分がクロアカマクシマ、大下水、ね、ラテン語でお上手ですね。はい、ありがとうございます。マクシマが最大ので、クロアカが、下水、大下水かな。まあ、本当にこれはあのローマ時代の一番最初にできた大きなインフラだよね。では2500年前の下水道の一つの出口、今でも使われている。どうして私たちがここに来たのかというと、実はこれから行く真実の口は、こういう古代ローマ時代の下水の蓋だったと言われているからなんです。この一帯が全部なんか沼のようなものだったんだけど、そういうのがこれができたことによって例えば開拓できたってことだね。そうですね。あとフォロロマーノにもついてますので、フォロロマーノも全部ぬかるみだったので、この大下水を作ることによって、まあ、そこが初めて広場になった。そうですね。ここから見てみると、この向こう側にレンガでできた長細い鐘楼のある教会がありますが、これがサンタマリア・イン・コズミリン教会。有名ですね。有名かな。有名教会として多分そんなに有名な教会ではないかもしれませんが、でも必ず観光客は並んでいる。そうですね。っていうのは、まあ、もちろん、あの懺悔してから並ぶじゃないかな。実はこの教会の玄関口のところに真実の口が置かれているんです。今日はその口に手を入れてみましょうか。それから教会の中も見てみましょう。地下室もあるので、今日は特別一緒に降りてみましょう。そして今私たちはこの教会とテベレ川の間にいるんですが、今いるエリアって多分フォロロマーノより古いエリアだよね。そうですね。ローマが始まったところといったら、実は、まあ、よくパラティーノとか言いますけど、それよりもっと前からこの辺には多分人が住んでたんだよね。住んでたというより市場があったみたいんですね。で、さっきのところが港であって、この辺がこのフォルンボアリムといって、あの牛の市場、まあ、家畜の市場であって、というのはとても古い遺跡が残っておりますね。この長方形の神殿は紀元前1世紀頃に建てられたポルトヌスの神殿、港の神様が祀られていました。テベレ川の港の近くだったからですね。じゃあこの丸い方を見に行こうか。はい、近くまで見に行きましょう。はい、これはね、古代ローマ時代に商売を守った神様に捧げられた神殿。もしかしたらフランチェスカが大好きなマッチョな。そうです。かっこよくて筋肉、筋肉そう、
ヒラクレスの神殿だったからですね。ちゃんとすごい、いつもそう、あのライオンの皮を持って、あのいつもこの世に歩いた神様に捧げられた神殿の、でここにヘラクレスの神殿がある。あのいろんな話がありますね。まずはね、ちゃんと契約を守った神様だったそうです。でここはギリシャ人はここはね、川を流れてここまで品物を運んできて、でここはね、この辺りに住んでいた人と、まあ、簡単な契約をしていたみたいです。そのためにあのヘラクレスの神殿もあったし、あともっと古い伝説もあるじゃないかな。カコスの伝説だよね。実はあのここはローマができる前にギリシャからもともとやってきたあの、まあ、農家たちがいて、農家というか羊飼いたちがいたんだよね。あのギリシャのアルカディアという地域からやってきたんだけど、で彼らはこの羊とか飼ってたんだけど、なんかあのカコスという悪い巨人が住んでいて、まあ、あの彼意地悪だったので、そこにいたあの羊とかを全部盗んで食べてしまったりするんです。でそこでヘラクレスがやってきて、このカコスを懲らしめて、で、このギリシャ人たちは、まあ、ここで平和に暮らすことができる。で、まあ、その感謝の気持ちとしてここでヘラクレスが祀られたということなんだけど、まあ、そういう話が、まあ、本当にあのローマができる前からずっとここにあったの。実際に、まあ、その大昔からここテベレ川の近くなので、他の国、ギリシャとかから来た商人たちとかいろんな民族がこの辺に住んでたんじゃないかと考えられて、すごく面白い場所なんです。でこの教会を見ようか、見に行きましょうか。ただ教会の中に入るからマスクしなければなりません。じゃあ中に入りましょう。奥の方に、分かりますか、人がいっぱい並んでるですね。真実の口はここにあったんです。知ってる？嘘つきがこの口に手を入れると手が噛み切られてしまうという怖い石板ですよね。じゃあ私たちも並びましょう。なんでこんな伝説があるんだっけ。誰も知らない。知らないね。けど私一回読んだのはね、男の人が自分の奥さんが別な恋人、愛人がいるのを確認したかったみたいんですね。それでここに連れて、それで最初に聞きました。愛人がいるって言って、それで彼女はね、本当に愛人がいたから手入れるのは怖かったみたいなんですけれども、ここにちゃんと見ていた人の中で愛人もいたみたいんです。それ彼はね、走って彼女かわいそうと言って触ってたみたいです。それで彼女はね、手を入れる前にみんなに、今触った人の以外に私は別の男の人が合わないねと言ってた。それで安心になって手を入れたみたいです。賢いね。そういうこの真実の口というのは、自分のパートナーをあんまり信用しなければここに来て確認できる。ね多分日本人はみんなあの真面目だから大丈夫なんですけれども、イタリア人はねちょっと怖い。え、栗原さんは、うん、どうかな。いや僕は怖くない、大丈夫。一回友達の子供を連れて、ここはね、嘘つきの人は手を入れると、うん、手がなくなるから気をつけなければならないと言った後、彼女はね、だんだん並んで涙を流しました。顔は怖かったからです。絶対に手を入れたくなかったみたいです。ところで真実の口って、これって古代ローマ時代のものなんだよね。そうですね。あと、もともとはマンホールの蓋だと聞いたけど、それ本当？わからない。この辺で見つかったのかな。まあ、特に記録は残ってないけど、残ってないからわからないんです、ね、でもこの教会にあるということは多分この近くにあったとしたら、この辺りだったんですね。そこがあの大下水につながっている何かだったんじゃないかな。いつも思うんだけど、マンホールの蓋にすればめちゃくちゃ立派なんだけど、結構大きいよね大きい、うん、
チップをあげましょうか。いつも私の黒猫のお財布、黒猫のお財布、それチップを、そうみたいんですね。50セントとか1ユーロぐらいのチップけど、教会ですから無料です。コインがありますからあげましょう。ここはね、どこ、ここ日本語で書いてあるからね、ここに、グラッツィエ。あ、頑張ります。あ、頑張、あ、ごめん、忘れました。これはあたかわいそうね、真実の口。怖い怖い怖い。本当にいいの？やらなくてもいいよ。うん、やらなければなりません。大丈夫ですね。よかった。しゃ、ちょっと2キロぐらい痩せた、怖くて。教会に入りましょうか。ちょっとあの安心した。ここでゆっくりと教会を見ることができる。はい、よかったね。救急車呼ばなくて。フランチェスカのことは心配だって。そんなに。グラッチェ。教会、これ静か、涼しいし静か、本当に中世時代の教会。教会自体が古代の建物をそのまま使ったんだよね。例えばこの大きな柱がここに2本あるけど、この2本の大理石の綺麗な柱で、同じ大きさと同じ形のものがこの向こう側にも 1,2,3 本あって、これはローマの帝国時代に、この近くにはヘラクレスに関連するもう一つの祭壇がもうちょっと奥の方にあったんだけど、それのつながってるような建物があって、もしかしたらここで商人たちが取引をしてたとか、まあ、いろんな説があるけど、まあ、そういう建物の柱をそのまま使って壁にしてる。さらにね、僕がすごい好きなのはこの教会の柱、これもすごく中世らしいんだけど、この一本柱があって、このなんか黒い柱がある。こっちはこの白い大理石の柱であって、これはまた別の種類の大理石があって、みんなよく見ると下の部分ね、大きさがそれぞれ柱の高さが違うから、みんなあの上と下のこの高さが、台がバラバラなんです。つまりこれは何かといったら、この教会は古代ローマ人が作った別の建物からこういう柱を持ってきて教会に使っていた。例えばあのこの柱の上に柱頭、つまり柱の頭の部分がありますけど、そこになんか彫刻があったり、多分あの古代のローマ人の人たちの女神のなんか顔が、体が見える。でそういうのは多分別の宗教のものなんだけども、教会に使っているのね。すごくあの中世らしいんだけど、あとあのそうね、このリサイクルの本当に素晴らしい例がこの床だと思うけど、ローマの中世の教会に特に12世紀ぐらいからかな、たくさんあるこのすごく綺麗な幾何学模様で、こういう石も全部これエジプトの石であったり、チュニジアの石であったり、トルコの石であったり、古代ローマ人がローマ時代の建物を作る、装飾するために持ってきたものなんだけど、そういうところから外してすごく細かく綺麗に切って模様にしている。ちなみにこれ技術がすごいいるんだよね。非常に硬い石でありますね。こんなに
綺麗なモザイク幾何学模様にするのは本当に難しいんだけど、まあ、それは12世紀以降活躍したローマの職人の一族がいるんですけど、コスマーティさんっていう人たちが、でこのコスマーティさん、コスマーティ家が作った床のことをコスマテスコ、コスマート様式で言って、あのローマの多くの教会で見ることができる。で特にあのこの赤い石、これはエジプトの石である赤色斑岩なんですけど、これ結構あの古代ローマ時代から皇帝たちが使っている石だよね。この権力の印なんですけど、こういう大きな石があって、もしかしてこれ一つのシンボルかもしれないけど、これが一番宗教の中で権力があるのはイエス・キリストである。キリストがを表していて、その周りに4つの丸がさらにある。こういうパターンは、まあ、4つの福音書を書いた聖人たちを表しているんじゃないかという、あの幾何学的にキリスト教の一つの真理を表している。大きいね。ここでなんか宇宙の中心にいるような。よく見れば 3D が見える。なんか階段に見える ね、 なんかですね。これは今のデザインに似てるでしょ。綺麗、うん、私大好き。珍しいからですね。がもうちょっと奥まで進んでまいりましょうか。ちょっとお祈りに行こうか。お祈り、うん、まあ、真実もう無事に写真撮れたからお祈りがいらないじゃない。これも一つのお祈りに行って、ここにすごく、まあ、怖いところ。ここの中なんか骸骨が見えるんだけど。そう、誰、あれはね、セイバレンティーノという聖人の聖物です。3世紀頃のローマの司祭でした。彼は兵士たちとその恋人との結婚式をこっそりと行っていたんです。それで首を切られて殉教したと言われています。その殉教日が2月14日。その日は恋人たちの日、バレンタインデーとなりました。すごいですね。ここによくお祈りあげる人がいるですね。なんかここから可愛くない？これローマンティックなハート型。そうですね。ここにちょっとお金入れて、ろうそく取ってつけて、もしかしたらフランチェスカもデートでここに来た？必要だと思う。この話やめましょうか。あとはね、音楽も好きけど、これはイタリア語ではないでしょ。中近東なんかアラブ的な感じだよね。ですね。この教科の人たちってみんなのアラブ系なんだよね。そうですね。よくシリアという国から逃げた、そこ戦争戦っているから、はい、あとはね、向こうの宗教はイスラム教でしょ、はい。シリア人にもキリスト教徒たちがいて、で彼らがこの教会を運営している。そうですね。がおじさんもそうだね。彼もそう、彼もそうですね。ボンジョルノ。じゃあ下にまだ遺跡が残ってるから見に行きましょうか。行きましょう。グラッチェ。まだ高い階段があるから気をつけてね。これも素敵ですね、このモザイク。お城に古いフレスコ画も残っております。微笑んでいるんでしょうか。聖母マリアとクリスト。はい、じゃあ下に行きましょう。が、気持ちいい。もっと古くなるみたいんですね。どこに入りましたかな。すごい、この石古く感じる。これは古いかな。いつぐらいのこれ。これは実は紀元前2世紀に遡ります。ここはね、神殿があって、
神殿の下の方に、この地下のクリプタ、地下の礼拝堂を掘りました。石の中に古代ローマ人が石を重ねて土台を作ったのを、さらにその後に掘って、この洞窟のようなものを作ったんだよね。そうです。ちっちゃい教会を作りました。それでちゃんと教会のように柱が立って並んでいます。この柱面白い、麓はないんです。そのまま床に入ります。それまだ珍しいのは壁の日いっぱい並んでますね。どうして？これ古代ローマ人のお墓って、こういうのがよくあるよね。そのたくさんの人たちの骨壺とかを収めるような、ここもなんかちょっと似てるよ。これは教会にしたと、この日の中で殉教された人たちの骨が入ってた骨壺が置かれました。お墓のような感じなんだよ、その聖人たちの。ちょっと不思議なところだよね。そうです。本当に小さくて地下の教会みたいです。じゃあもう一回上がりましょう。プレゴナ、教会に戻りました。グラッツィア、アリベデルチ。いつも優しい人がいるからですね。この教会の中でもう一つの宝物もあるから、見に行きましょうか。お土産屋さんじゃなかったっけ。お土産屋さんけど宝物もあります。ボンジョルノ、チャオ。あとちょっとお買い物しましょうか、うん。先に買い物するとも先に。先に、あと、私はね、まずはね、芸術を見せたいと思います。これはとてもとても古いモザイクです。修復されたばっかりです。そのためにきれいに光っています。聖母マリア様、クリスト、真ん中に立っている人はエンジェル、天使、羽があるからですね。それでマリア様の後ろに素敵な王座ですね、椅子。後ろに旦那さんが、不思議のはね、ここ腕が出てがありますね。お菓子かな、なんかキリストに弁当をあげて、違う、何やろ、プレゼントをあげています。残念のはこれはもっと大きなモザイクの真ん中の一部だけです。もともとのストーリーは、あのエピソードは3人の博士馬小屋に着いた時、ここはね、1人の博士がいてたかもしれません。これはこの教会にあったものなの？違います。この教会にあったわけじゃないんです。ここベトゥスティッシマ、ラテン語でお上手ですか。サンティペトリバシリカって書いてありますので、ね、うん、聖ペテロの大聖堂にもともとあったもの。今の大聖堂にあったってことは、いや、ベトゥスティッシマって古い、すごく古いって意味だから、そこちゃん、その1代目のサンピエト大聖堂の装飾としてあったってことよね。このちっちゃい教会にあげたみたいからですね。これか、買い物、買い物、買い物にしましょう。こう、かわいいお土産がいっぱいあるですね。やっぱり真実の口じゃない、まあ、教会、もちろん真実の口もあります。あ、これ、清田、すごいたくさんじゃん。あ、マグニ買おうか。
こういうね。かわいいでしょ。そうです。あ、これはペンダントにできる。ここにつけられる。素敵。よかったね。じゃあどうする、買いましょうか。あ、これももう迷いますね。あ、見て見て、これまだ私大好き。黒い猫と真実の口。私が飼っている猫みたいですね。がやっぱりどうして有名な観光のところになってしまったというのはみんなわかると思いますね。真実の口の舞台になったからですね。どこはマグネットがいいかな。買いましょうか、うん、どちらの方がいい。じゃあ一緒に、真実の口のマグネット。あ、真実の口のマグネット。 OK、 買います。これは見たことがなかった。かわいい。一緒にパンツかと思ってますかこれはかわいい。これはかわいいお土産になりますね。今なら。いや、そう。じゃあ、シャインティ、こっちの方がいい？どちら？こっちの方？こっちの方？はっきり見える？じゃあ、コンプロクエスタ、por favor。はい。グラッチェ。全然高くないよ。はい、グラッチェ。チャオ。嬉しい。冷蔵庫につけます。それでいつも今日ダイエットやめますと言ってから開けます。ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。次回も有名なローマの見どころをご案内しますから、お楽しみに。ライクも押してね。チャオ。